しかし驚いたな。アグリアとレイヤーが一緒に取材ってどういうことだよ。私に聞かれても、もしかしてこの世界だと同じ会社で働いてるのかな。あのアグリアが記者ね。とりあえず俺らの知ってるアグリアより好意的なのは間違いなさそうだな。うん、昔ガイアスの部下だったの。何度か戦ったことあるんだ私たち。あれでも両家のお嬢様なんだぜ。あれでもは余計っていうか、アルビンには言われたくないと思うな。えいえい、手厳しいね。しかしあれだけ誹謗中傷されて、それでもまだかばおうって。アグリアなりにいろいろあったんだよ。だからって最後まで嫌われてたのは悲しかったけど、うん、とにかくなんか唐突すぎてどう反応していいのか困るよ。そんなこと言われても困るよ。ちょっと何それ、真似しないでよね。おお、怖。でもその調子でいけばいいんじゃね。難しく考えたってしょうがないだろ。あ、もしかして今のわざと。さりげない大人の気遣いってやつ。惚れるなよ。誰が。変わってるっていうか、人に合わせる気がないっていうか。表現の仕方が悩ましいよな。とにかくなんか唐突すぎてどう反応していいのか困るよ。そんなこと言われても困るよ。ちょっと何それ、真似しないでよね。え、ルドガーまで。もう全然似てないってば。でもその調子でいけばいいんじゃね。難しく考えたってしょうがないだろ。あ、もしかして今のわざと。さりげない大人の気遣いってやつ。惚れるなよ。誰が。